どうもマスタージャガーの雄大です。今日はね、なんと沖縄出身のかりゆし58のライブに、わちゃこさんが招待してくれたので、今それに向かって歩いている途中です。結構やっぱ人気で、駐車場もう全部パーキングとかも止めれなくて少し歩いているので、今から撮影を始めていきたいと思います。で、宣伝じゃないんですけど、この新しい T シャツを海行きたいっていうのを買いました。で、今日も海は行ってからのライブになります。今日一緒に来てるたくちゃんさんとまなさんです。イエイ。じゃあ、コザミュージックタウンですよね。ミュージックタウンに今向かって歩いてるので、まあ、向こう着いたらまた撮影していきたいと思います。ポンポンポン。コザミュージックタウンに近づいてきたんですけど、このように行列でパーキングがもう全く見えないかな。いろいろもう並んでる、まあとりあえず人気ってことですね。で、来てますね。どんどんなんか、ライブ前に、かりゆしのライブ前にいろんなミュージシャンもライブやってるみたいで、音がすごい聞こえてきてます。まあ、ちょっと頑張っていきます。さあ、小田市ですね。小田市が間違えました。沖縄市ですね。結構栄えてますよね。やっぱなんか外国の建物の雰囲気のアメリカンの建物が多く見られてて、夜ぜひ行ってみたいと思って、まだ行ったことないので、コザで飲んでみたいなとは思うの思いますね。だから今度誰か誘ってもらえれば、コザに行くので誘ってください。じゃあ次風景写していきます。顔おいしい。星3つです。
それこそ感無量。もうなんか思ってたより何千倍と楽しくて、なんか一緒に来てた北海道のカップルの彼女さんの方はすごいはしゃいでて、海で疲れ切ったと思ったんですけど、すごいはしゃいでて、もうこんな感じで来てて、もう、まあ、本当にもう一回行きたいなという本当に思いました。なんか7とか、まあ、まあ終わりの始まりとかいろいろあったんですけど、全部歌ってもらえたんで、これ以上ない楽しさでした。まあ、またなんか、まあ、これを紹介してくれたわちゃこさんにもすごい感謝なんですけど、またなんかイベント等あれば参加していきたいですね。まあ、沖縄最高ですね。わちゃこの力です。じゃあまた。緑の絨毯。